だから滝村さんが先行、だから歴史的には先行ありがたいですよね。さあ今だから、今の選択肢がいくつかありそうでしたけどね。目的のための殉教者、死んだら増殖ですね、はい、さあ切り上げ選手もしっかりブロッカーを展開したので、うん、まずはこれで一息つけるか。まあ、1-3虎の針の狼、こいつがね見た目以上に止まりづらいんで、パー2かによってはブロックされないということで、あの1-3はもう 止められない。色によっては、まあ、赤緑は比較的中盤以降は止めやすいんですけど、うん、青黒とか本当にもう何ターン目になってもこいつが先頭では止められないっていうのはよくあるんで、さあ切り上げ選手も今ちょっと手札に、うん、プレインゾーカがあるんですけどちょっと止められなさそうなんで、ティボルトがありそうでしたけどね、はい、ちょっとティボルトを出してしまうと、トークンと 1-3 では止められないので、はいはい、ちょっと悩ましい盤面ですかね。そうですね、ここはエンド構えましたね。進化があるようには見えましたが、さすがに使いたくはないと思うんですけど、うん、ただ本当に止まらないですからねおっと使っていった、生贄に捧げて、まあ、コストの時点で生贄に捧げてるんで戦術はできないと思います、私の、はいルールが確かならば。そうです、はい、引き下げてこう1対2交換してしまったんですけど、どうですかね、今はいい交換だったんですかね。まあ、基本的に1対2交換っていい交換とは常に言えないんですが、はい、まあ、それだけあいつが止まりづらいと、うん、まあ、あとこのタイミングで打ったってことは滝村選手のデッキに巨大掛けの呪文はほとんど入ってないんだろうなというのも、うん、今回お互いリストを知ってる上で、はい、試合がされているので、さあ滝村選手盤面の優位は相変わらずクリーチャー2対0という状態でキープしてますが、桐明選手は3招きボルト1-1のデビルを出しますが、ここは、まあ、ちょっと時間を稼ぎつつ、うん、滝村選手のクリーチャーをちょっとずつでも削れたら、うん、今2体で攻撃された場合は2-2対1はできるんで、こういって着実に、まあ、できるだけクリーチャー残した状態にしておきたい。そうですね、はい、さあ滝村選手ここで待望の赤マナになるカードも引き込みつつ、追加の4枚目の土地も引きましたね。さあしかしそろそろ桐明選手の重量打線が、はい、マナが5マナに到達して、ディクリチャーがどんどん出てくるところでありますが、さあ滝村選手、滝村選手も手札にプレーンゾーカーが 2-3 種類あるんですが、ちょっと今、このサイクロプスが出てきてしまったので、もう少しクリーチャー増やしてからプレーンゾーカーにつなげるか、うん、力を止めてから。プレーンゾーカーはやはりどうしても戦場に長くいた方が力を発揮しやすいんで、できるだけ、まあ、殴り合いをしてて相手に殴ることにリスクがある状態か、まあ、またはもうずっと定着できるような盤面で出したいので、はい、こういうクリーチャー出してエンド、さあ先ほど出てきたケンタウルス4マナ24のクリーチャー3点減しつつ、好きなマナが出せるということで、緑多色とかだとよく使われているカードですね、はいはい、まあ、今回竹村選手、はい、デッキ的にはちょっと合ってないんですけど、ドムリをタッチしてたりするんでそういう関係で入れてるんだと思います。先だけ選手はここでこの侵略するマンティコアですかね。さあかなり滝村選手も場面止まってしまったように見えますが、まあ、滝村選手としては手札にあるプレーンゾーカーいつ解き放ち始めるかですね、うん、まあ、ドムリの格闘でできれば一方的に
勝利できるような状態が一番好ましいですが、ここはちょっと悩ましい盤面でしょうか。まあ、ちょっとクリーチャーのサイズでももう押されてますからね。ちょっとさ4マナ24、あ、すみません、そうか、ゲインできてないのか、あのティボルトが相手の場にいるせいで失礼しました。ライフゲインができていなかった。はい、ご指摘ありがとうございます。さあこれでドムリをマナとして使うか、3マナで、はい、ドムリ駆使して、そしてプラスで増殖。開花の巨体、外外角盤面を作りに行くような展開にはなっていますが、まあ、これで少しでも切り明け選手の足が止まるようでしたら、さあしかしチャンドラ、先ほど猛威を振るったチャンドラです。さあプラスでビビアン、ビビアンレアからレアをめくる。ただこれはあと違ったんですね。で、まあ、出す、そう、まあ、一応このターン切り明け選手多分フルタップでターンを返すんで、竹村選手が格闘でドムリの格闘で一方的に戦力を削ぐようなことができればいいんですが、ここで、まあ、一番切り明け選手は隙があるタイミング、そうですね、今だったら、まあ、妨害されることもないので、ここはマイナスして、4枚見るとこですが、3枚かな、ん、あ、3枚ですね。これ上から3枚見て22接し、そうですね、クリーチャー以外は取っても意味がないんで、今のところめくりそうな22接しが見えましたが、ちょっとさあこのビビアンも生き残っているとちょっと戦闘が非常にやりづらいので、できればビビアンもチャンドラもなるべく早く対処したいところですが、守りは固い。ビビアンはクリーチャーに瞬足をつけるということで、ブロッククリーチャーして前にクリーチャーが出てくるんで、またちょっと今アドバンテージを稼げるのが切り上げ選手のチャンドラとビビアンで、もう時間の経過とともにアドバンテージはどんどん開いていくんで、で盤面もそれほど竹村選手が押し込めるような盤面でもないので、このままだと2体のプレーンズウォーカーの提供するアドバンテージでどんどん切り明け選手が有利になっていくと。さあ何かここ状況を打開したい竹村選手ですが、手札やったらサムと、そうですね、ちょっとここは飛行クリーチャーとかじゃないとなかなか厳しいですね。サムタのプラスを使ってドムリの格闘とかも駆使するとクリーチャー1体は除去できたりするんですけど、一方格闘できるんですけど、まあちょっとそれだと格闘した後はタフネスにその分のダメージは食らってるんで、そのクリーチャーはこのターン攻撃に行きづらいので、ちょっとプレインゾーカーを殺しきるまでには結構ラグがありそうですね。平木選手も結構守ってくると思いますので、ビビアン、チャンドラ、そしてお、これを出すのはトロシミル、狼が出てきて格闘できる。今ドムリの影響でパワーが上がってるんで、パワー4、タウネス4までのクリーチャーだったら殺すことができます。この盤面ですとサイクロプス、そうですね、素直に大きいとこを殺して殴りやすくしていくか、さあこいつにもライフゲインがついてるんですけど、ここもティボルドが地味にライフゲン阻止してくる。さあこれは素直に打ち取れる中で一番大きいクリーチャーを打ち取りました。狼とサイクロプスですね。さあこれで今、
場に5-4がいるんで5-4と4-5を格闘させた後に殴れるかどうかをシミュレーションしてますね。一応これで全部でいけばビビアンは確実に殺せますね。パワー2のクリーチャー3体でいってブロッカーが2匹しかいないんで格闘しましたね。はい、格闘でマンティコ、マンティオカーとハイカの巨体相打ちになります。相手の1-2体ここフルでビビアンリードか。まあ、もうこうなるとキレイク選手ビビアンが死ぬことは確定してるんで他に何か、要するに単純に一番先頭で得ができるようなブロックが、うん、ここはゾンビトークンで、うん、ちょっとどうやってもそんなに得ができないと思うんで素直に 2-2 と2-2を相打ちさせるかそれとも、2-3をダブルブロックして1体残すように止めるか。 2-2 ですよ、ね、2-2と1-1をデビルかで 2-3 を止めると、まあ、片方は残るんで、はい、まあ、そういう風にブロックするか、まあ、今ダメージを軽減することには何も意味がないんで、はい、ちょっと厄介なクリーチャーだけ殺したいところですがレベルと目的のための殉教者を相打ちということで、結構竹村さん盛り返してきた。そうですね、盤面的には結構押せるような状態になってきましたが、はい、さああとはチャンドラが何を届けてくれるか。フルシミール1回でかなりの盤面がかなり綺麗になりましたね。さあ契約選手他何かクリーチャー出したい盤面ですかね。まあ、とりあえずはちょっとチャンドラが生き延びるようにしたいですね、うん、チャンドラってやっぱ相手のライフが少なければ少ないほどそもそも攻撃されづらくなるっていう側面があるんで、ただこれぐらいライフに竹村選手余裕があるともうとにかく殴り得になっちゃうんで。さあ公開されたのはサイクロプス、墓地に今インスタントが1枚しかないので場に出た時にクリーチャーに1点。この状況だと特に1点には意味はないですね。でサイクロプスの伝術師ただ距離に1点与えますが、さらに楽園のドルイド、村選手的にはまだ押せ攻撃迎える場面ですかね。今日ドムリがまた格闘はできるんですけど、結構いい一面、2マナ11飛行の白の、うん、攻撃が通るたびに増殖できるクリーチャーを引いたっぽいんで、ちょっとこの他は難しいですね。サムトで速攻をつけてチャンドラに殴ってもいいんですが、さあサムト、まあ、ちょっと押されてる場面では弱いんですけど、最初の頃、はいはい、みんな戦術1知らなかったです。だけだプラ2プラ1しかつけてなかったです。僕も3回目でようやく気づきました。なんか書いてあると思ってこれ、ね、なんか錠剤型能力で速攻つけるのにマイナス1速攻またつけるっていう。そうですね、最後一番最後に死ぬじゃないですかサムトが、その時にも速攻がちゃんとつくようにっていう気遣いらしいですがさあこれさあこれはプラス2プラス1を使ったので格闘を多分優先するプランを取ったんだと思います。こうすることで今、マナクリーチャーがサイズアップしてるんで4号までサイズが上がってるんでドムリで一方的に5か5号ですかね、5号で今一方的に格闘で打ち取ってまた殴りやすい盤面を作ってで増殖クリアタック取った時に増殖放射の亡霊、はい、チャンドラはまだ落とせない、落とせないんですけど減らしとくことに意味があるんで、奥義が遠くなれば遠くなるほど途中からどうでもよくなるんで、奥義が近いともすぐに全員で殴りに行かなきゃいけないぐらいプレッシャーがあるんで、
さあこれ全員で、さあおそらくチャンドラでしょう。さあまたドブリのパワーが上がってるのがちょっといやらしい。そうですね、非常にトルシーメール43ハグリチャ54455で今、ただダメージは4点食らってるんでタフネスは1しかないです。そして飛行21、結構難しいブロックになりそうですね。まあただ55は落としておいた方が良さそうですけどね。また格闘はされたくないと思いますので、まあ単純にちょっとチャンドラを守りきらないともう盤面のリソースだけではどうやっても支えきれないんで、うん、まあ、このターン5点チャンドラに通って1残って次のターンチャンドラからもう少しリソースを提供してもらわないと、このターンドムリがまた3に戻るんで次のターンほぼノーリスクでまた格闘ができるんで、うん、いやドムリ恐るべしというか、ドムリ本当に強いです。もうこいつは嬉しい一枚ですね。かなりタッチするのも納得できるぐらいのカードパワーがあります。錠剤型がまた強いんですよね。パワー上げるって本当にリミテッドでは、そうですね、本当に強い能力ですよね。さあ平井選手はかなりブロックに迷っています。ここは軍団トークンでチャンプブロックするか、うん、トルシミールとケンタウロスをチャンプブロック、まあ、片方はチャンプになりますがもうチャンドラを残して、はい、そしてあ、そうか、このチャンドラで片方はなんとか打ち取れる5点分ですかね。そうですね、減ったのでサートン報道しましたね。そしてクリーチャーはいなくなってしまうと、うん、ただこうするとちょっとドムリが残ってるんで次チャンドラがクリーチャーを提供してくれるとしてもかなり強いクリーチャーじゃないと。お、しかしキレイク選手今ナヒリを引いたように見えました。チャンドラは突破サマトじゃタズナですね。ドムリ落とすと思ったんですけど、うん、そうですね、ちょっと格闘の方が格闘とプラス1プラス0の方が強そうには見えましたけどね。桐明選手は5マナと、驚く拡充ですね。ただこれ以上トリックがない場合は飛行だけでもチャンドラが落ちることが確定してしまっているので、ガラスして穴を出しましたね。で亡霊でチャンドラ落ちると、これ大体プレイヤー取った時に増殖とかですかね。そうですね、この環境のカードは大体プレーン増加に取った時も能力を誘発するように、うん、まあ闘争体制ならではと一定のカードですが、さあこれで桐明選手盤面かなり苦しい状況になってしまいました。うん、まあ、ドブリも落とせるならすぐに落とさないといけないんですけど、ちょっと竹村選手返しのアタックがプレッシャーが大きいんで、はい、そしてナヒリ、ここはマイナスですかね。そうですね、もう見えてる今日飛行をまずは落としていって、さあこれで先制攻撃もついたんで今先にドムリに攻撃しようか、うん、まあ、竹村選手今手札がないんで言ってもそうですけどね。4号先制、これで攻撃した場合竹村選手は、たくさんのクリーチャーでブロックして、あ、でも全員でブロックすると一応殺せるか、トリックが桐明選手になかった場合は全員でブロックすると最終的に3-3と2-3が残った状態で、うん、ファーストライク後にダメージが与えられるんで、さあまずはナヒリで飛行クリーチャーを落としますが、ここはナグラス、
秋村選手結構長引くと不利と言ってましたが結構粘り強く戦えてますよね。うわー最高のドローですね格闘で一撃で倒せる。うわー、ルギンの召喚隊からの格闘、そしてここはナヒリにパタッチパンチかな。そうですね、ナヒリは確実に、まあ、1位残したりしてもいいと思いますけど、ある程度は盤面が損しなくなるように。さあここはちゃんと落としに行きましたね、はい、ナヒリン5点と本体に4点。さあそしてドムリもまだ健在。これはもう盤面完全に作られてしまったという状況です。うまいですね竹山選手、やはりそうですね、ここまでかなりもうゲームが決まってしまうようなピンチは何度も訪れてたと思うんですけど、まだビビアン・チャンドラと並んだときは本当にキリアキ選手としてはゲームを長引くかせるだけでいいという状態だったんですが、一瞬にして、さあこれ鳥の能力も起動して 1,2,3,4,5,6,7,8,9,13点かな、13点、残りが3、たまらずキリアキ選手投了いたしました。さあ第4期リミテッドシーン決定戦第1ゲームは現リミテッドシーン滝村和之選手が1本取りました。まあしかしやはりドムリの盤面、そうですね格闘がライノ取り締めるとドムリって連続で格闘できたのか、そうですね、まあ、でも滝村選手やっぱ展開の仕方がうまいですね、うん、サムとも限界まで我慢して一番いいところ出して結果的に切り上げ選手がチャンドラダメージをサムトに使ってしまうぐらいのところまで我慢してたんで、うん、カードの使い方っていうのはやっぱりリミテッドですごい如実に現れてくるというか、まあそうですね、序盤はもうライフを犠牲にしてもいいからカードカウントの方を大事にしろと、うん、これだけプレインズが出てきたら結構僕だったら戦意喪失しちゃいますけどね。そうですね、もうアリーナだったら爆発してそうですけど、うん、さあ、まあ、ここは2ゲーム目なんですけども、3本選手のため、まあ、メインボードで2ゲーム目が、はい、始まります。さあ第4期リミテッドシーン決定戦、挑戦者切り上げ挑戦したい現リミテッドシーン滝村和之選手の対戦となります。1ゲーム目はまずはリミテッドシーン滝村選手が選手いたしました。滝村選手としては、まあ、ゲームがあれだけ長引いてもちゃんとしっかり勝ち切れるって分かったのも一つ収穫かなと思いますね。確かにこのゲームがこの初めての対戦というか、はい、ゲームだったので、やっぱりちょっとその事前の印象としておっしゃってたように、うん、まあ、やっぱり自分でも長引いたらちょっと、桐明選手の方が有利かなという印象はあったと思うので、うん、まあ、そんな中でもあれだけの長期戦を勝ち切れたというのは、まあ、これからね、そうですね、大きいかなと思います、はい、収穫になったかというところですね。さあ第2ゲームマリガンチェックに入ります。さあ滝村選手ちょっと土地が4枚あるんですけど、うん、まあ、2体目からしっかり動ける、ちょっとパンチ力には欠けそうな感じでしたが非常に綺麗に動いていける。平家選手も土地は揃ってそうでした。ただおここで目的のための殉教者、まあ、平家選手も 2-2 接し、ただちょっと相手と相手したくはないかな。そうですね、はい、ああ、さらに飛行クリーチャー加えます。平木選手殴ってきますね、まあ、もう徹底してあの滝村選手の場にいる白の 2-2 ごときとは相打ちさせたくないと、うん、さあ平木選手は4マナは何もせず3マナの格闘は構えてるっぽかったですけどね。連帯がありましたね、はい、まあ、連帯接種クリーチャーと、併用することで確実にどんなサイズのクリーチャーも殺すことができる、うん、開花の巨体、まあ、ああいうクリーチャーと、そうですね、はい、まあ、地上に関してはもうクロールのトゲ刺し3マナ2の接種組んで止まってるんで飛行として減速させていく。さあサイクロプス44このクリーチャーもね長引くと、そうですね、まあ、ちょっとやっぱ軌道が重いですけどね、はい、なんとなく名前的にトランプルがあるのかなと思ったらトランプルもないっていう。サイクロプス
ですが 4-4 何もなしと。さあ竹村選手クリーチャー2体追加してターン終了、うん、これ今出した3マナ3にも、はい、非常にいいですね。増殖と相性がいいので3体以上で攻撃するとプラス1カウンターが乗るんですけど、うん、まあ、今その条件はもう満たしているので、これ飛行の一律と目的のための殉教者、間に合わせの代替、間に合わせの割にはかなりパワフルですが3マナ3、2で3体以上で攻撃するとプラス1カウンターを自身に置くことができます。さあ4マナ、あ、いや5、失礼、6マナの、ま、マンティコア4号で増員2ということで地上はかなり固まっていますね。竹村選手けど手札が放浪者の一撃とトルシミール、そして今引いたのがサムトなので、さあどのように使っていくか。結構増殖系のカード多いのでプラス1カウンターどこかに載せたいなとは思うんですけど、まあ、乗っけたところでちょっとその間に合わせの代替は先に攻撃してるんで、うん、まずはサムト、まあ、ちょっと地上はしばらく諦めるのか、うん、単純に飛行にプラスしてダメージを増やしていくか、はい、それとも地上の小さめのクリーチャーを大きくしてちょっとサイズが大きいクリーチャーと対峙していくか、まあ、ただマンティコがちょっと硬いんでね、ちょっと不利なアタックになっちゃいますかね、まあ、なので飛行を強化して殴る方が良さそうに見えますが、ここはマイナスで飛行に強化して戦術 3-2 でライフを削っていきます。永久期間が先ほどもそうでしたけどやっぱこういう状態になると気力戦士殴りたいんですけど殴ると返しのダメージが痛すぎるんで、殴りたくても殴れずにサムトを放置するしかないっていう状態になると竹村選手がぐっと有利になるので、飛行も止まらないという状態ですね。中途半端に行ってサムトが残るようにブロックされた場合、次のターン速攻がまだ残った状態で竹村選手にターンが渡ってしまうんで、ここは殴りたくても本当になかなか殴れないリスクが大きい、そうですね、状況になっていると。ただぼーっとしていてもライフはどん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 開いていくので、うん、落とせるんだったらすぐに落としてなんとかすぐまた守りを固めるように次のターンから切り替えていきたいところですが、さあ桐谷選手ここは悩ましい場面、竹村選手けど、はい、うまいですね。やっぱ今のターン除去を打つ選択肢もあったんですけど、はい、手札が今除去2枚なんですよね。トルシミールと放浪者の一撃なんですけど、まあ、こうすると桐谷選手が無理に殴ってきた場合ブロッカーを少しどかすだけで大ダメージが入るんで、うん、まあ、なのでここはもう殴って来られたとしても問題がないと、まあ、殴るんだったらその代わり大胆に殴らないといけないんで、はい、もう桐明選手のここは 2-2 と 4-5 で、そこは 2-2 だけでバックして、まあ、サムトは1残ったので増殖で修正度は2。今桐明選手はもう4マナ使って結構頑張って殴ったんですけど、やっぱこれこういう場面になっちゃいますからね、うん、あまり得してはいない、うん、そうですね、まあ、ただ放置はできないんでやっぱ少しずつでも殴るしかないんで、はい、さあこれを受けて竹村選手がどう返すか、まあ、飛行が殴ることは確定だと思うんですけど、今間に合わせの大体もう1枚引いたんですよね多分。おこれでまた選択肢がで速攻がサムトの能力がついてるんで、うん、しかもサイズもまあまあ同じぐらい、トルシミールで狼トークンと拙者相打ち、これかなりダメージ入りそうな気がしますが、そうですね、もうトルシミール自体にも速攻つけていくと全部パワー4以上になるので、でもここまで来るとサムと別に死んでもいいんで、もうプラスして全部いってもそうですけどね、いきそうですね。プラスしてトルシミール5-4、で全軍アタック、これは何点になるんだ、14点ぐらいありそうですけどね、4、4、5、ちょっとブロック13、14点ですかね、ちょうど14点、うん、とりあえず間に合わせの代替はこの後増殖されちゃうんで、はい、一番殺しておきたいクリーチャーですね。
そうか、以下の巨体を、まあ、求めるんだったら2体殺して、はい、まあ、できるだけライフも温存した方がいいと思いますけどね。やっぱ5点を通して開花の巨体と間に合わせた大体と6点ですかね。6点通って残りが7、はい、5点と1点ですね。で6点で2体と相打ち。さあこれで桐明選手もうサムトに殴ってる余裕はないんですけど、とりあえずサムトを殺さないとゲームにならないので、ここで引いているのはビビアンと、そうですね、ビビアンがクリーチャーを提供してくれれば時間稼ぎにもなるんで、ビビアンとトドロクが拡充の2枚ですね。さあ滝村選手はもう手札が除去とさらなるクリーチャーなので、さあこれサムト落とします。そしてストローク拡充、ライフを守るクリーチャーを追加します。これ引いたのはプラスか、あ、ただ不法労者の一撃からの4点アタックで残りライフは3。もうこうなると十分飛行クリーチャーだけでも残りの3点を、詰め切れそうですし、まずは切り明け選手に絶対に殴らせないような、はい、ライフ差がこれだけつくとリミテッドで殴り返すのってすごい難しいんですよね。まずは盤面が絶対に大丈夫って状態にしないと殴れないんで、その相手がコンバットトリック1枚やったら死ぬような状態っていうのはあんまり良くないので、まあ、リスクが高いという。さあここでプラスでもっと警戒と到達でアタック、もう除去はしょうがないという、まあそうですね、そこまでは、はい、まあ、これだと一応滝村選手かなり殴りづらい、うん、飛行だけっていうのもできないですし、さあブラスカ、さあここの接しも大きいですね。これだとビビアンをプラスしてまた殴ったとしても、まあ、やられてしまう、そうですね、相打ちになっちゃうので、ただやはりブラスカンを放置しておけない、もうライフ3しかないんでねトークンも1122ってサイズアップするのも馬鹿にできないですし、まあ、じりじりとちょっと首を絞められているか、またで首を絞められている状態になりつつありますね、まあ、ビビアンが仮にここでクリーチャーを届けてくれたとしても、もうほぼトークンと暗殺者トークンと相打ちが決まっているような状態なんで、ここやり過ごすことができれば、まだあるかというところですが、さあどういくか、あ、アサシントークンが殴るのは確定だと思うんですけど、まあ、ビビアンに行くっていうのも、さあトークンを追加して、これ安全に行きますかね、まあ、ただこのターンビビアンプラスしてないんで、はい、一見飛行が通るようには見えるんですよね。なので今飛行が行くかどうか悩んでますが、で切り明け選手のデッキ的にはあそこに到達または飛行クリジャー隠れている確率はかなり低く見えていると思うんで、うん、ただ圧倒的な有利の盤面、そうですね、最後の爪をどうしていくか、うん、リスクを取らずに攻めていく形を取るでしょうかね。うん、飛行行きましたね。さあ2体アタック、ここで出たのを飛行1、2、飛行2、3出た時にトップを見る、さあこれで飛行を打ち落とせるのはかなり偉いんですが、とはいえ地上の暗殺者トークン、これも
ウィビアの能力で、ブラスカの能力でプラス1されちゃうんで、通ると今ライフが3なんで1点通って2になって、暗殺者トークンが2にまでサイズアップすると、うん、次はもう致命傷になりうると。ここは痛いブロックかスルーするか、飛行は確定なんですけどね、はい、ここは H 取ってきました。あ、そうすると今度はトレシミルが 3-3 というサイズなんで、まだまだ滝村選手有利は盤石というところですが、本当にこれだけライフ差がついちゃうと、もう引いていいカードにそもそも差がついちゃうんですよね、うん、土地を1枚引くっていうのがお互いで意味合いがすごい変わってくるんで、滝村選手は数枚引いても余裕があるんですけど、桐明選手はもうここから土地を引くっていうのはそもそも1枚も許されないぐらい追い詰められてるんで、滝村選手も次のターンの、まあ、手札にクリーチャーできる展開が2種類あると思うんで、まあ、間に合わせの大体。さあ平木選手が引いたのは、お、けど2体目のモンティコアですかね。モンティコアだとするとかなりいいですけど、4号と2-2が用意できる。ちょっとまだ分からなくなってきたかもしれないですね。 そうですね、これでビビアンでプラスしてブラスカ落としてもいいですし、マイナスしてさらにクリーチャーを探してもいいですし、まあ、クリーチャー探した方がそうですね、このターンはあんまりもう今のブラスカを落とすことにそんなに価値がないので、うん、これもう出ないですかね、増殖がないので今のところは。さあこのギリギリの盤面、桐明選手は何を選択するか。ここプラスしてブラスカ落としに行きます。そしてマンチコア4号と2-2、さあただこれで盤面をなんとか支え切ることができればビビアンのアドバンテージで、うん、盛り返していける。先ほど先生はあと3点どう削るか考えている場面だと思います。さあここでもアタックしづらいですよね、まあ、ちょっと手札にあったスペルが何かによるんですけど、うん、最終的に桐明選手がマンティコア、竹村選手が一体クリーチャーが残るような状態になるんで、ちょっとそれだとビビアン分不利ですね、うんうん、これだけライフ差があるとは言ってもビビアンが明確にアドバンテージを提供してくれる方が明らかに有利なので、その残った残り3点しかないんですが、3点を削り切れるかどうか。さあここで全てのクリーチャーにトランプルをつけるクリーチャーです、はい、拡充。これだと、まあ、ある程度桐明選手のブロックは滝村選手が決められるような状態にはなりますね。間に合わせの大体ほぼもうマンティコアで確定になりそうですが、はい、私も3-3、4-3、1-1接し、あ、でもそうでもないですね、一応まだいろいろ選択肢がある。さあ、まあ一番盤面の損が少ないような、さあこのブロックでトレシミルだけ残したという形になりました。さあ今ダメージは1点も通らず残りが3のまま。さあビビアンリードが次何をもたらしてくれるか。お、引いたのは、さあここはマイナス2でしょう。平成者はクリーチャー欲しいところ。さあちょっと頼りないですが、一応ブロッカーになるだけでもこの状態では、はい、燃え立つ。そうですね、2マナ1、3ですね。さらにティボルトですかね。お、まだ耐えられる。さあ先に燃え立つ予見者を出して戦術できるように、はい、で戦術
上は土地ではないようですね。トップです。あ、そのままこの場面トップは結構いいカード、まあ、そうです、最低限スペルという条件は満たしてる、はい、そしてマイナス2で11のデビルトークン。さあこうなると竹村選手はもう1点も通らない攻撃ね状態が始まってしまったので、さあ何か打開策が引けるか。ちょっとビビアンがいる関係で飛行もなかなかね通りづらいですけど、お生な右陣の召喚隊、このクリーチャーこの盤面だとどうですかね。うん、ちょっとティボルトでかなりサイズが縮んでしまうので、はいはい、まだまだ竹村選手に必要な勝つために必要な要素多いですね。かなり早めに勝負が決まってしまうかと思われました。切り上げ選手があそこから、はい、盛り返してきた。なんていうか2体目と、ね、ティボルト、ま、だクリーチャー並べてきましたね。ビビアンがかなりいいアドバンテージをもたらしてくれたという感じですね。さあティボルトさらにマイナスしてデビルトクもう1体。ここはお互い睨み合いの盤面、まあ、ただ切り上げ選手だけプレーンゾーカーでアドバンテージを広げていけるので、ライフ差こそありますけど今もだいぶ切り上げ選手のペースですね。木村選手は先ほどの活躍したドムリを引いても赤マナがないのか、赤マナがなく出せない。うん、竹選手が持っているのはナヒリですかね。ナヒリ、はい、結構な竹村選手が殴るときはゲームが決まってそうなライフでありますが、さあビビアニードさらにアドバンテージをもたらします。切り上げ選手もかなり盤石になってから殴り始めると思うんですけど、うん、そうですね、何か1枚で死んでしまうような状態は好ましくないので、切り上げ選手も今耐えのタイミングというか、まあ、ただ本当にもう徐々に徐々に有利になってきているのはお互い感じていると思うので、切り上げ選手のペースになってきているのは分かっているので、あとはいつ攻撃に移るか。滝村選手はそれまでに何か引けるか。さあしかし今かなりいいカード引いたように見えましたが、これ考え込んでますね。ペガサスですかね今引いたのが。殴ると一体に飛行を与える、そうですね、信頼エルペガス3マナに飛行で、この 7-7 アタックしに行きましたか。うん、なるほど、はい、なるほど、これでマンティカを打ち取ることができると、はい、竹村選手次のターンのペガサスとのアタックで削り切れるだろうと。タウネス5のマンティコがいなくなると、4号のトランプルに飛行をつけた場合次のターン相手が支えきれないだろうと、22のペガサスも殴るんで、はいはいはい、だからここはできればマンティコをブロックに誘い出したい、ただのチャンプじゃなくてマンティコが来てくれるのが一番竹村選手にとっては理想のブロックですね。ピカソを引いたことによってかなり戦略に幅が出たというか選択肢が増えた。まあ、でもうまいですね、ここはやっぱすぐペガサス出してエンドだと次のターン絶対に確定で削りきれないんで、うん、何かしらのスペルがない限りは一回相手を揺さぶって、ここはデビルでチャンプブロック、竹村選手としてはこれが多分一番嫌ですね。うん、ステーギンの紹介隊は 5-5 にサイズが縮んでいきます。
巻き上げ選手も手堅くいったんですかね。まあ、サイズが縮んでいく77はそんなに脅威じゃないんですか、桐明選手的には。まあ、正直なところ、うん、あいつのブロックっていつやっても一緒なんですよね、うん、まあ、それこそもうちょっとサイズを縮めたら 4-5 で、止まるサイズまで下がるんで、はい、開花の巨体で増殖、まあ、ティボルトももう一回使えるようになりました。さあしかしここで桐明選手的にはようやくナヒリで打ち落としやすいクリーチャーが盤面にいることになるので、はいはいはい、ナヒリを使いつつでナヒリで召喚体を落とすところまで行きますかね。さあただペガサスに対してどうやって守るか、マンティコがほぼそのペガサスで飛んだクリーチャー強制的にブロックしなきゃいけないんで、うん、そうするとペガサスが一回確定で通ってその間にナヒリあビビアンを落とすか。おここはマイナスしていきましたね。こうなると飛んでくるもう一体のクリーチャーが、しかし多分今一番引きたいであろう4-3到達。そうですね、しかしここで投了でも 4-3 到達出して、あ、そうかダメか、ビビアンで能力使ってないからブロッカーが足りないですね。あビビアンでマンティコにプラスしてとりあえず、タップしてたウギンを落として、で次のターンペガサスを手札に2枚目のナヒリがあったんでもう1枚使ってペガサスを落としてってやると一応盤面まだ支え切れそうでしたけどね。ただここはちょっと選手の投了ということで、さあ第4期ミテッド神決定戦、現神の滝村選手が日本選手ということでここからサイドボードをやっていきます。いや滝村選手は本当ところどころですごい上手いところが見えて、いやそうですね、さすが神といったところ、揺さぶり方もやっぱ上手いですよね。ペガスの前のアタックとかはやっぱなかなか僕もすぐに思いつかなかったというか、滝村選手が殴ってなるほどと思ったんで、やっぱああいうところがすぐできるのはすごいですよね。そこは思いつかないですよね。そうですね、その4号がどいてるとどういう状態になるかって、次のターンビビアンのプラスを使われたとしてもトランプルが支えきれないってすぐに思いついて攻撃に移れるのか。さあ竹村選手ただ上のプレイヤーも白緑だったんで、ちょっとサイドボードまではカードが多分十分に確保できてないんじゃないかなというふうに予想されますが、そうですね、竹村選手一応ペガサスは2枚なんですけど絶妙なタイミングでしたね。もうちょっと遅いと桐明選手にもっともっと選択肢が増えて間に合わなそうでしたが、さあ第4期ミテッド神決定戦挑戦者桐明翔選手対滝村和之選手、神の滝村選手が2本取った状態でサイドボードに移ります。桐明選手はサイドボード後、こういった速い劇というか軽い劇に対する対策カード何か取ってるんでしょうかね。まあ、多分デッキリストを見るからに軽いカードはもうこれ以上取れてないと思うんで、はい、まあ、軽いカードはもっとあったら入ってると思うんで、はい、多分サイドボードからもそんなに軽いカードが増えたりとかはなそうな気がしますが、お滝村選手色替え検討してますからもしかすると、お今ちょっとサイドボードから黒いカードを手前に持ってきてるように見えたん で、はい、で滝村選手がタッチしてるカードってちょっと格闘系のカードなんですね。ドムリとか、はいはいはい、2マナのパワー分一方格闘かな、赤緑のドムリのなんとかっていうソーサリなんですけど、あとトレシミール、トレシミール白緑は大丈夫です。赤のタッチのカード、ドムリの待ち伏せ、そうですね、ドムリの待ち伏せとドムリ本体をタッチしてるんですけど、ちょっとサイズ差があるんでそれじゃあ物足りないという判断なのか。でタッチを黒に変えると、はい、ブラスカの懐刀3マナ3人で場に出た時にこのターンダメージを受けているクリーチャーがプレーンゾーカーを殺す破壊するクリーチャー、うんうん、これだとサイズ差関係ないんでちっちゃいクリーチャーで殴ってブロックされたやつを殺せるんで、あとは手札破壊侵略の代償という3マナの手札破壊、はいはい、
ハンデスして動員一。そうですね、まあ単純に手札界で重いとこ落として、さあしかしそのまま始めそうですかね、滝村選手の方は。白身とタッチアップ進める感じですかね。さあ桐木選手は結構悩んでますね。で何かいられるカードがあるんでしょうか。まあ、確かに拡充召喚隊ペガサスね。でも桐木選手もいいところまで行ったんですけど。そうですね。もうちょっとやっぱけど序盤にライフ差がついてたのが。あれがね17対10とかだったらまだ分からなかったかもしれないです。それと全然桐木選手の方が有利でしたね。まあ、やっぱり序盤竹村選手は。それだけライフを詰めてたので、はい、まあ、このリミテッド見てどれだけライフが詰めるのが大事かっていうのが分かる試合でしたね。キラキ選手サイドに2万人のバニラとかいるんですね。なのでまあちょっと重いところをシェイプアップして序盤の相打ち要因に、うん、できるだけゲームの中身を浮かせられるように。まあ、序盤も本当に相打ちでいいですからね。相、はい、打ちできるんだったらそれで十分。結構入念サイドボード行ってますね。ダブルスリーブ珍しいですね。リミテッドでダブルスリーバー桐生選手あの土地にアンステーブルの、あーそうですね、確かに使ってて結構こだわりがあるというか全色持ってきてるんですかね。多分そうだと思います。リミテッド何色になるか当日じゃないと分かんないですからね。これ見てた時に決まった土地を持ってくる人ってたまにいますよね。なんかそうですね、アインジト使ってる人とか、うん、アングルードアンステ使ってる人、はい、プロツアーでも全然いますね。こだわりというか須村さんは。僕はないです。絵柄揃えたりさえもしないです。何でもいい。じゃあ一番好きな基本土地は、あスタンダードとか、うん、もちろん構築は使いますけど、はい、リミテッド別に何でもいいですね。手札界もほとんど打たれないんで、基本的に揃えるのって好きな絵柄が使いたいか、相手に脅迫で見られた時とかに絵柄が違うのを出しちゃうとバレちゃうんで、今引いたとかそういうのを気を使わなくていいように絵柄を揃えてるっていうのが一番なんで、まあ構築も絵柄揃ってて綺麗だったらまあ何でもいいから。アンステーブル、アンヒンジとかアンインジと好きですけどね。こだわりなし。まあ基本的にはアンヒンジとで、はい、というわけで第3ゲームサイドボード終わったようですね。あ結構白枠使う人多いですね。そうですね、カニスターとかも絶対基本的に白枠ですね。フェッチで探しやすいとか、そうですね、あるので、まあ、それも多分もうマリガン判断がしやすくなるようにとかそういうことかなと思いますけど、あとは単純に白枠にしかお気に入りの絵柄がないとか。結構三国志の大田三国志の絵とか結構綺麗でよく使ってる人いますね。さあ3ゲーム目マリガンチェック入ります。さあ平家選手はキープしそうですね。さあお互いキープで、さあ竹村選手平地がないんですが、まあ、ちゃんと2ターン目から動けそうな、平地がないことだけですね。平地がない以外は平家選手楽園ドリルかなりいいスタート。そうですね、平家選手も100点のスタートで竹村選手も平地が引けたんでお互いかなり良いスタートですね。さあ大クリーチャー出して平家選手はもう4マナに到達。プロツアーは一応あれなんですね、土地そういうところでバレないようにあの同じ宅の選手とはすごい席が離れて配置されるっていう、デッキ構築中はそういう配慮がしてもらえるんで、だからほとんど気にならないですね。ここ楽園ドリルと相打ちしていきますか。竹村選手としてはもう喜んでって感じですね。
さあそして3-3 3マナ2-2摂取してアーリーの狼ということでこいつがなかなか止まらないともうほぼ確実に自分より上のマナ息とああ言ってくれるかまたは助教を引き出してくれるんで、うん、あとはトルシミールで誘発する数少ない狼だ狼だこの環境には非常に珍しい欲魔のアーリンのプレインズ効果も結構狼に関する効果ですけどす、ね、なかなかほとんどいないんですよ絶滅仕掛けてるこれイニストラーズだったらみたいなそうたくさんいたのにさあ切り分け選手というのはチャンドラが見えますね助教もあるんですがこのターンチャンドラを出しても大丈夫かどうかもちろん盤面のクリーチャーでは、ブロックはできないので、まあ、まずアタック2アタックで2 18-20第2メインフェーズ切り分け戦士はどのように動くか除去から行くかチャンドラからかさあまずはチャンドラそして土地ですねさあもちろん竹林選手はチャンドラに向かってアタックしますでライフ15ですかね15-20そうですね今チャンドラの能力が誘発してさあただこうなるとおビビアンの悪意味これいいですね切り分け選手ややの挨拶2マナ3点を多分手札に持ってるんで、うん、このターンアーリンの狼を殺しつつ余ったマナも融合活用して、うん、ペガサスとアーリンの狼だとどちらの方が狼の方が止まりづらいと思います あ、まあ、あとは単純に今チャンドラに2点は通してもいいんですけど3点は通せないんで確かにまあ、このターン殺すとしたら、ただ切り明け選手今手札に2マナのスペルが2個あって、はい、まあ、打ち取ろうと思えば竹村選手のクリーチャーを両方打ち取れるんで、それにするか、それとも長期戦に強いアークボを置いておくか。まあ、今チャンドラの中精度が3っていうのを活かして、まあ、このターンはアークボを置いてもいいかなと思いますけどね。まあ、生き残った状態で、そうですね。生き残らせておくと。まあ、チャンドラが死んだ後のアドバンテージ源になるんで、はい、チャンドラいずれ死んでも大丈夫なように置いといた方が、はいはい、まあ、ここはビビアンの悪意味を唱えましたここアタックステージですね手札に巨大化プラス1プラス4もあるんで、まあ、それでアーリンを打ち取るのか2体アタックしますさあブロッククリーチャー指定前に巨大化を唱えるかテブダにある揺るぎない狙いめちゃくちゃかっこいい名前の巨大化系スペルですけどこれで到達をつけつつパワー3以上という条件もクリアしたので、はい、狼は一方的に竹村選手としてもちょっと誤算だったかチャンドラが3から1に中精度はなりましたがアーリーの狼打ち取られてしまいましたさあただ竹村選手これで今ライフが13ですかね、はい、でケンタロスの養育者花クリーチャーです今のところ結構キリアキ選手が一歩リードしているかなとは思うんですけどいやーちょっとまあペガサスが止まるかどうかとかもありますね7-6これはちょっと唱えられないですねあそうですね神決定戦は基本的に神の方の都合に合わせてスケジュールを組むことが多いですねさあキリアキ選手は、まあ、次の脅威はあのペガサスそうですペガサスはとりあえず殺さないとチャンドラは確定で落ちちゃうんで、うん、このターンペガサスを対処することはほぼマストですね、うん、で手札には、3マナと2マナの除去があるんでどちらから使うかテンポ的には、3マナの方から使っていきたいんですけど3マナの除去は制限がないんでこっちは2マナ3点
3以下しか殺せない。さあここはメインでエアの挨拶でペガサスを落とします。さあ戦術はどうでしょう。パッと見5マナ4号か何かに見えましたが、下に送りました。さあ竹宮選手は何としてもちょっとチャンドラ落としたいところではあると思うんですけれども、まあ、ただ徐々に準備は整ってきている感じはします。マナも増えてきてるんで、うん、この段ドムリから2匹目のペガサスを出すもよし、クリーチャーをひたすら並べて力を貯めてもよし、うん、まあ、かなり手札が潤沢にありますからね。さあその分選択肢もたくさんあるわけですが、さっきの名前がかっこいいジャイグロは実は到達もつけてくれるので揺るぎない狙い、プラス 1-4? プラス 1-4 アンタップ到達なので大丈夫です、はい、地味なんですけど結構好きですね。はい、ありがとうございます。めちゃくちゃ名前かっこいい歴代で一番かっこいい名前じゃないか本当ですか揺るぎない狙いってパワー1しか上がらんのんかいと思っちゃいますけど、いやもっとあると思います巨大化系でこんなかっこいい名前なかなかないですけど、ね、巨大化系か、そうですね何があるだろう。さあ滝村選手ペガサスと目的のための殉教者クリーチャー並べてきました。ペガサス今の時点ではパワー2なんですけど、はい、滝村選手手札にドムリがあるんで、ドムリを出すと次のターン、錠剤型能力でパワーが3まで上がってチャンドラを撃ち落とすことができると、はい、チャンドラは土地をもたらしました。手札はクロンチと連帯かな。左の滝村和之選手が現在の神です、はい、今現時点 2-0 でリードしてます。神まであと1勝。今のところは五分。いやもう竹村選手が今の時点ではちょっとリードしそうですけど、ね、まあ、この後ペガサスがどうなるか次第ですけど、まあでもそうですね、アーク号もあるからちょっと攻撃はなかなか難しいですね。うん、まあ、インスタントタイミングでクリーチャーが飛び出てくるというところですね。さあ竹村選手3マナ、この構えはドムリでしょう。ボーラスの回覧車ドムリ全員プラス 1-0 修正。ライフは、養育者が3点減しているので13から16になってますね。さあプラスでマナを出して間に合わせの代替、これもしかしここは連帯でペガサスを落とされてしまいます。さあただまあ現時点ではこの 2-2、ドムリの力を借りて 3-2 ですが、これがまあ接した打ちになるだけでも十分、うん、まあ、最低でも接しを打ち取ってくれて通ったらチャンドラが死ぬし、はい、で死んだ場合にはドムリをプラス1されて2回連続で格闘が使えたりと。この盤面だと結構難しいですね。まあでも止めるしかなさそうですからね、うん、3-2-2 の接しとチャンドラだったらどう見てもチャンドラの方が価値が高いので、切り上げ選手としてはまあここからチャンドラの力を借りつつ手札を蓄えながらビビアンの弓に消費するカードも確保していきたいですからね。チャンドラが土地を届けてくれると一番いいんですけど、うん、さあここは 2-2 接しと相打ちします。増殖でドムリの中性度は5。ドローはクロンチかな。さあチャンドラプラスは
マンティコア。ちょうど唱えられますかね。これ土地でもうかなり良いですね。侵略するマンティコアから4522と。さあ、ただ滝村選手もまたいい引きクリーチャー、ちょうど55になる。サムチのテトロック拡充持ってますかね。トドロック拡充を今まさに引いたんで、うん、でドムリの力で5-5になるんで、マンティコアを一方的に打ち取れる、はい、そして格闘いや、その大体上チャンドラアタックしますかね、うん、次だとねプライチカウンターがついてくるんで、ちょっと 2-2 とここ台打ちするのは、うんうん、もったいないと。チャンドラのカウントを減らしたいのは山々ですが、ここは我慢。まあ、奥義手前じゃなかったらそんなに関係ないんで。さあ、チャンドラがめくったのは山。さあ、だからこうなるとビビアンの弓もそろそろかなり安定してクリーチャーを供給してくれるんで、うん、まあでも滝村選手も止まりづらいですね。もうひたすら殴りまくる。なかなか木村選手も攻め手が切れません。とここは 2-2 でドムリにアタック、何か誘っているように見えますね。ということはサイクロプスがあるんですかね。拡充で止めた場合は多分ボツに3枚以上、うんうん、そうですね、連帯とややの挨拶と、かっこいいジャイグロができない狙い、はい、あるんで3枚は落ちてる。さあブロックして、さあ各中のトフェス残り3、はい、でこれで3点。さあただこれで竹村選手手札にサムトがあるんで、はい、サムトのプラス1を使えば24のマナクリーチャーがサイクロプスを一方的に打ち取れるようになるので、さあ4マナでサムト出てきました。さあこれでプラス1を使うことによってマナクリーチャーのサイズがサイクロプスを一方的に打ち取れるサイズへと上がります。はい、4-5ですね。4-5になってドムリで格闘、これが本当に強いですね。しかも速攻ついてるのでチャンドラ落としに行きますかね。まあ、チャンドラ確定ですね、うん、まあ落とせる、これでぴったりですかね。はい、はい、でまあ、この格闘が邪魔されなかった時点でインスタントの妨害がほぼないことは、うんうん、まあ、一応ビビアンの弓からクリジャー出てくることも考えたみたいですが、素直に、はい、チャンドラ落とされていきます。マナクリーチャーがチャンドラ、うん、サンマラ32が本体でドムリでプラスされてるんでもう1点。この5点はサムトに当てましたね。さあ、日焼け選手の盤面はビビアンのアーク意味のみとなってしまいました。今ライフが16ですかね、おそらく。16対16だと思います、はい、さっき多分3-2は本体に殴ったと思われます。木焼選手ここから巻き返すことができるでしょうか。
まあ、チャンドラが頑張ってくれてたおかげでライフはかなりありますからね、うん、逆に竹村選手は結構リソース自体は使ってるんで、はい、ちょっとまだどちらが有利か、まあ、なんとか竹村選手的にはドミニカ残っているというところだけが、まあ、ただあれですね、やっぱ中精度が今大きく減ってるんで、ここは木崎選手並べてきました。4-4と4-3。さあ、竹村選手は2マナで、クリーチャーを追加してさらに間に合わせの大体2体目。さあドムリがいるおかげでパワーが4超えてるんで、あいつにもプライチカウンターが乗りましたね。パワー4以上のクリーチャーが出たらという条件を満たした。木崎選手もなかなかここから巻き返すカードが、盤面自体は大丈夫なんですけど、まあ、このターン頑張ってドムリを殺したいんだけど、なかなかドムリの常在型能力のおかげでちょっとそんなに有利なアタックができないんで、さあただまあ殴られるよりは殴った方がそうですけど、ね、間に合わせの代替がいる都合で相手のクリーチャーを減らすことに意味はあるんで、はい、まあ、さらにプラス1力乗ってしまいますからね、サイズで負けてしまいますので、まあ、殴らせるよりかはこっちが殴って相打ちにした方が、うん、さあそこは3マナ2に接しクロールのトゲ刺し、もうここから桐明選手はまあ不要牌を引いたとしてもビビアンの弓に使えるんで、はい、さあ盤面さえ抑え込めれば今回はライフもしっかりあるんで、まあ、竹村選手にとっては結構難しい盤面ですかね、ちょっとアタックしづらい、まあ、ただ待ってば待つほど確定で不利になるんで、うん、まあ、ちょっと相打ち覚悟でアタックしていく形になりますかね、まあ、やっぱりあそこ桐明選手ちょっと悩んでましたけど、ビビアンの弓出したのはかなり良かったですよね、うん、ビビアンの弓出してないと今竹村選手の方が有利になっても全然おかしくない盤面ですけど、はい、ちょっと片方だけ無限のアドバンテージ権があるんで、さあ竹村選手は飛行地に入りましたね、入ってたんですね、はい、はい、ビビアンの悪夢 X5 から何が出てくるか、お、ない、マンチコアは出せない、ない。そんなバカだ、ちょっとプレインゾーカ、プレインゾーカマンチコアということで、あと1マナあれば、さあ、まあ、次からは X が8になるんで、もうデッキに外れっていうカード入ってないと思うんですが、ちょっと今マンティコがまた下に行ってしまったっていうのがちょっとブロックに向いてるクリーチャーなんで、ビアの悪意味でちょっと一周しないと、まあ、一周自体はね結構早いと思うんですけど、まあ8でいけるので、竹村選手何か引いたか、そうですね、やっぱライブラリをめくる系のカードにろくなもんはないっていうことですね。最近もねちょっとアリーナでよくナーセットが外れるんですけど、ナーセット外すとなぜかアリーナを落とさないと OK が押せないというクソみたいなバグがあって、え、そうなんですか。わかんない、僕の PC だけかもしれないです。そんなこと起きたことないですけど、僕はない、つい最近です、ね、ナーセット外すと本当にもうそれで僕エンド強制エンドになって、まあ余裕でゲームに負けるというとんでもないなと思って、ここはさあ能力を使って格闘ですかね、この流れはクリーチャーのサイズを上げて、はい、これで今マナクリーチャーがまたタフネス5まで上がったんで、マナクリーチャーとパワー4まで上がってるんで、さあこれで全般すると盤面自体は今竹村選手が圧倒的に有利になるんですけど、はい、まあ、ちょっとビビアンのアーク読みから何が出てくるか、うん、
まあ、マンティコが2枚入ってるのとかも知ってるんで、ただこれで今パワーかなり上がってるんで、今、大体が 3-2 がもともとドムリの力で 4-2 になってて、鳥の力を使って 5-4-5-3 ま で、はい、でさらにプラス1が入って 6-4 までいくのかな。さあここは3体アタックでプラス1カウンターが持っていきます。お、詳しいですね。そう、手札赤いもそうなんですよ。外した時に OK が押せないっていうどういう状況やねんって。え、そんなことありましたっけ。つい最近です本当に。さあ、なんか結構スカスカなように見えますが、到達、まあ、一応クリーチャーはあるんですけど、ちょっと今相打ちもできるか怪しいんじゃないですかね。大体がちょっと止まらない。4-3 だと相打ちはいけるか、相打ちできたらまあこの時点では同じかなと思いますね、うん、まあ相打ち相打ちで、これで一応全部きれいにできますかね。 5-3 か、 5-3 の勝負、4-3 4-2 4-2 3-4、だから多分です4ですね、6-4かな、6-4 6-4 6-4かな。うん、これで1体落として1体テイクして、まあ、この間にドムリをなんとか処理しようと、はい、今竹村選手の場にブロッカーがいないんで、これを利用してさあ2体と2体で相打ち。さあここでどうにか、さあこうなると切り上げ選手だけもう無駄ドローがないっていうのは確定してるんで、また逆転しそうですけどね。とりあえずこの間になんとかドムリを落としてしまえば、まずパワーが下がりますからね全体的に。それがかなりでかそうに見えます。もう殴るのはほぼ確定ですね、うん、ドムリを生かすっていう選択肢はほぼないので、まあ、どうやって落とすか他に選択肢があるのかもしれないですけど、うん、公式で僕の PC だけと明言されていた。そんなわけはない、ね、おここでトップを見る、はい、トップ土地だって見ましたね。さあドムリは落とされていきます。まだまだ分からない展開になってきてます。山さあ竹村選手も2-4-3-2この間にできるだけ詰めていきます。 1-2-3-4-5-6-7 点、残りが4。いや、この先と同じくライフが詰まっている状態に、まあ、ただこっからはちょっと詰めづらそうですけどね。到達飛行クリジャーもしっかりいるんで、飛行を止められるクリちゃんもしっかりいて、桐明選手がビビアンの弓で何を出してくるか、サイズは申し分ないと。さあ4マナということはナヒリか、はい、この状況で捨てずに出すカードってかなり強いですからね。もうナヒリぐらい強くないと。要は桐明選手もライブラリーかなり薄くなってきている。いや、そんなことはないと思います。ちゃんと下に戻ってるんで、はい、結構でもカードは使ってますね。まあ、ただここから土地引いても全部ビビアンの弓に使えるんで、うん、さあ手札ナヒリですね。ですね、はい。さあナヒリで、落とすのであれば、うん、純粋に鳥が一番強そうに見えますが、うん、まあ、3-2 でもいいですね。クロンチの世話人、うん、ちょっとやはり鳥ですね、まあ、残ったマナを有効活用されてしまう
でサイズアップするされる方が一番嫌ですね。さあ滝村選手ここでちょっと土地が続いてしまい、ここでストップ。さあこうなると欅選手がだんだんと有利を取ってこれるようになったと。もうそろそろ殴ってもおかしくないですからね。そろそろライブラリーランダムで下に戻ってるとはいえ、はい、マンティゴアが何番目に戻ってるかとか大体わかるんでまあその X8 で起動して届くかどうかはそろそろわかるはずなんで、うん、ここは4-3アタックするか。でも殴ってもらえそうですからね。さあ4-3アタック、そしてとどろく60。さあ滝村選手としては飛行を与えるペガサスあたりが引けると最高ですが、引いたのはドムリの待ち伏せ。に見えましたが、はい、プラス1するんでしょうか。プラス1します、ね、ただうん、まあ、このターン使っても勝てはしないんで、相手の戦力をただ削ぐだけに使うか、それとももっと待つのか。さあここは土地を置いてエンド。さあだんだんと場面が作り上げられていきます。木竹選手数え始めました。もうけどもう8枚めくったら確実にマンティコはありますね。あまりにもライブラリーが少ないんで。さあただ桐明選手ちょっと土地全然引いてないんで、はい、ライブラリーがもしかすると土地だらけにはそのうちなりそうですね。もうそのビビアン起動したからで毎ターン確実にクリーチャーが出てくるっていう状況もそんなに長くは続かなそうです、うん、もう結構見渡しきった。そうですね、ただマンティコがいるのはすごくでかいですね。滝村選手、今放浪者の一撃を引くと足りるんですけど今、はい、お、引いた。ここで放浪者の一撃引いたように見えました。でパッと見だとドムリのプラス1があるんで、はい、2-4 のマナクリーチャーにプラス1カウンターを乗っけて、その後の放浪者の一撃を打つと増殖で両方パワー4超えるんで。お、引いてますね。ドムリの待ち伏せプラス1カウンターと4-3を落とした。はい、からの放浪者の一撃拡充を殺して、さらにプラス1カウンターが乗って4-4と4-6。さあただここでマンティコが言えば来てくれ。マンティコは、まあ、100億パーいますね確率上絶対にいるマンティコはが いたいると。これでマンティコは本体で 5-4 の左の手前の方を止めて、トークンがでかい方を止めてですかね。これでライフが残って、ライフは残るけど桐明選手、先ほどもお伝えしたようにちょっとライブラリにもそもそもクリーチャーがだいぶいなくなってたんで、ただ次のライフロカーンでアタックしたら勝ちないですかね。4号と2-3がいるので、4号はここで相打ちになっちゃうので、失礼しました。あれ2-1とマンティコアはあパワー4か、失礼しました。朝失礼しました。1個再使いちゃいしました、はい、6点でここで、はい、マンティコはさえいなかったらっていうところだったんですが、はい、削り切りました桐明選手。
第4期リミテッドシーン決定戦第3ゲーム目は挑戦者桐明選手が1本取り返しました。さあ第4ゲームに移ります。かなりギリギリのすごくいい試合ですね。今マンティコアが勝負を分けましたね。あそこでクリーチャーブロッカー2体出せるクリーチャーがライブラリなかったらもう竹村選手が押し切ってたんで、うん、チャンドラでヴィアンのアークに出せたのも大きかったですね。さあただやっぱりまあ今のここまでの試合を見てと思うんですけど、うん、まあ、ちょっとタッチ黒とタッチ赤でやっぱだいぶカードパワーも違うんで、まあ、このままいきそうですけどね、うん、ドムリが相当強いですよ、うん、ドムリはもう本当に神クラスの確かに今3本目が終わりましたがあと2本目までいくとまあまあでも、はい、きっと大丈夫だと信じてお二人を信じてお二人の家の近さを信じて。そうですね、アークイメンやっぱあれだけゲームが長引くともう確定で出てくるんで、はい、まあ、終始でも木村さんが押していましたが、まあ、終盤になるにつれ契約選手がだんだんと主導権を握ったように見えました。今サイドボードでティボルト抜くかどうか考えてますけど、このマッチアップティボルトどう強くないんですかね、そんなに。まあ、ティボルトって結構やっぱ先手後手に左右されて、はい、なおかつ切り分け選手のデッキのちょっと2マナが少ないっていう、うん、先行だと、まあ、相手が2マナクリーチャー出してきても返しでティボルトって出したらそれが止まるんで、はいはい、全然いいんですけど、まあ、先手後手で結構強さが変わるカードではありますね。なるほど、まあ、次は後手なので抜くかもみたいな、まあ、とはいえ、まあ、基本的には抜かない気はしますけどね、うん、カードが強いんで、まあ、今日は竹村選手もライフゲインするかのまあまあ入ってて、まあ、ただこのマッチにおいて竹村選手のライフゲインはほとんど関係ないっちゃ関係ない。もうあの、はい、押し返すときはしっかりもう盤面制圧して押し返すと思うんで、うん、まあ、キラキ選手側がコントロール側に寄るっていう感じ。そうですね、はい、まあ、思い出っきなんで、さあ悩ましサイドボード、ここは6マナ7、6を抜いて入れてるのは巨大か、巨大化ですね、はい、まあ、少しでもテンポを取りやすく、まあ、あとは格闘の呪文に対応して、はいはいはい、ドムリの待ち伏せとかドムリの格闘に対応してキャストできると、はい、といった狙いもあると思います。カピ決定戦は BO5 になりますね。3本戦士になります。ベストオブ5、はい、さあ王手をかけているのは神滝村選手。3ゲーム目は桐明選手が1本取り返した形になっております。第4期リミテッドシーン決定戦です。さあ、さあサイドボード終わって第4ゲーム目に入ります。白緑の滝村梶樹現リミテッドシーン VS 赤緑の挑戦者桐明翔選手です。お互いミスらしいミスってそんなにしてないように感じます、ね、そうですね、この環境プレインズウォーカーが多くて、はい、やっぱコンバットの仕方とか非常に難しいと言われてるんですけど、はい、実際やれば分かるんですけどプレインズウォーカー2体並んだ時とか、はい、まあ、爆発したくなるんですよねやっぱりリーナで言うところこんな難しいとこを考えるぐらいだったら、はい、さあ竹谷選手は1ターン目タッパー、おー抜群の展開ですね。アートリーの共有ホールの執行官ですね。これも構築でも使われてるぐらいのクリーチャーですが、はい、ファートリーの恐竜って言うんですね。毛竜か、はい、しかし桐明選手もちゃんと軽い軽量のアクションありますね、うん、ちょっとここで2ターン目パスだとかなり押し切られそうな感じがしましたが、うん、2マナのアクションたくさんありますね。マナクリーチャーもありますし2マナ1さんもあるし、はいはいはい、パッと見1さんからの方が安そうですけどね。さあここはどっちから動いていくか。あのマナクリーチャーでも全然いいですね。タッパーもいるんで。タッパーがそう構築で使われるようになるとはっていう気もしますけど。白ターングロで入ってますね。さあ契約選手は2ターン目1、3から。ここも関係なくアタックですね。はい、で入ってライフは18。さあタッパーが殴ったということはこのターン3マナのアクションが間違いなく。おお強い。間に合わせの大体。
これは結構白身のベストムーブみたいな。そうですね、1、2、3ですからね、はい。さあ切り明け選手をどうしのぐか。ファートリーの毛利ちょっとやっぱ増殖はかなり後になっちゃいますからね、うん、それよりかは切り明け選手がクリーチャーを2ターン目3ターン目に出さなかった時にダメージが一番増えるようにしっかり2ターン目出していきました。はい、切り明け選手はマナクリーチャー。ここはでも結構竹村選手が押せ押せでいってしまいそうな気もしますが、さあここをどう殴るか。普通に全部いきますかね。さあ3体アタックして間に合わせの大体にプラス1カウンター乗ります。タッパーとマナクリーチャー相打ちしそうな動きをしていますが、お気略選手サイドインした巨大化ありますかね。お、ここブロックしてからの巨大化、巨大化だと確実に、あ、ここ相打ちしました。タッパーの方がマナクリーチャーよりも、いや巨大化持ってないと思います。ここで打たないということはさあ、そして開花の巨体で間に合わせを大体 4ターン目にして5-4 2-3 警戒5-4そして 4-4。 竹村選手の盤面かなり出来上がっています。サイズがあまりにも、これはもう竹村選手からしたらもうどうでもいい。竹村選手は 2-3 飛行、そして相手のトップを見ると、ようやくファートリーの毛利をダブルブロックで殺せるぐらいですが、そんなことをしている余裕があるのか。竹村選手にとってはダブルボックスされたらはいどうぞみたいな、もう10点ですからね、大体がパワー6まで上がるんで。さあ竹村選手の手札にもう1枚スペルがあるようですと、このターンにもうゲームが決まりかねないぐらい動きそうですが、手札が土地土地に4のマナクリですかね。まあそれでも固く2体だけ、確かにこれだとどうブロックしても普通に損してしまう、うん、まあ、ちょっと手札にスペルが足りないんでしっかり 2-3 をちゃんと温存して、うん、まあ、このターンどうブロックされても変わらないんで、これだと、はいはい、竹村選手が損することは絶対ない。ただチャンプするかテイクするかしかないんで、うん、丁寧ですね。手堅く僕だったらつい全般ボタン押してしまいそうでしたが通しましたね。9点通って残りが5。ここもさらに押せ押せケンタウルスの養育者、これもほとんど通せない状態になってしまいました。桐明選手、ツーアクションできると嬉しいですが、ツーアクション以上はしないともちょっと盤面で 4-4 と 6-5 ですか、次は 6-5 がどうやってもチャンプになっちゃうんで、ちょっとこのターン以降は毎ターンツーアクションぐらい必要ですね。で6マナのターンにマンティコア、はい、で一息ついてなんとか逆転が見えるか。もっと木村選手のかなりの、まあ、実際2ターン目にあの 2-2-3 毛利を出してなかった場合、あの大体のプラス1カウンターが乗るタイミングもダメージも全然違うんで、うん、まあ、2ターン目に他に出すクリーチャーがいなかったんだったらもうあそこは確定で出した方が。桐明選手は何もせずターンし、あーしかし竹村選手ここでとどめのスペルを引いたか、また放浪者の一撃を引いたように見えましたが、打たなくてもいいような気もしますけど、いやもう確実に殺すんだったら打つかどうかを検討してもいいと、はい、さあじゃあそのまま行きました。そして間に合わせの大体が 6-5 というサイズになりました。 2-3-6-5-4-4-2-4、どうやっても1体はおそらく損するようなブロックになってしまうでしょう、まあ、なのでこのターンも 2-3 と 2-4 は通して 6-5 間に合わせの大体はブロックから2マナ3点で打ち取って 4-4 はチャンプみたいな。かなりここは桐明選手厳しい盤面に、まあ、真ん中の2体止めないと絶対もうどうやっても死んでるんで、うん、どちらか止めないと、いや両方止めないとダメです。お、ここで
さあこれで一応大体は落とせるんですけど、まだ1体チャンプしててライフが次1位まで落ち込むと考えるとこれでは不十分。さあこれは解決して残り1、羽根痩せの大体を落としますが、ワニは232444、さらにウギンの召喚体 X6、ここで決着ですね。ここははい決着ですね。第4期リミテッド神決定戦、勝者は滝村和之現リミテッド神でした。おめでとうございます。